今日の保健の授業は大人の体についてです。皆さんも成長とともにこのような体へ変化していきます。胸が膨らんできたり、早い人だと陰毛が生えてきます。もちろん個人差はあるので心配はいりません。今日私んち集合ね。みんな生えてるっぽかったね。うん、何その反応。ケンタもう生えてんの？まだだけど。本当？前一緒にお風呂入った時は生えてなかったけど。嘘じゃないよ。今日さ、うち誰もいないんだ。見せてよ。え、やだよ。ケチ。ねえ、いいでしょ、何でもするからさ。じゃあ、はなちゃんも見せてくれるなら。じゃあ、見せ合いっこで決まり。カバン置いたらすぐ来てよ。ねえ、早く見せてよ。まだそんなこと言ってるの？漫画貸してあげるからさ、見せてよ。じゃあ、はなちゃんから見せてよ。え？私から？言い出しっぺのルール適用。わかった。あ、ブラジャーしてる。するよ、子供じゃないんだから。早く取ってよ。わかってる。あら、ケンタ君来てるのね。入るわよ。シュークリーム買ってきたわよ。おかえり。こんにちは、お邪魔してます。こんにちは、ケンタ君元気？はい。ゆっくりしてってね。ありがとうございます。